皆さんこんにちは。今回は猛訓練キリトに挑んでみたということで、まあ、真剣勝負のキリトに挑めるようになったんですよね。なんか二刀流のキリトに挑めるらしくて、まあ、これなんか初見なんですけど、まあ、1日目はちょっと動画撮ろうと思って、まあ、やらないでおいたら、まあ、気づいたら寝ちゃってた、まあ、気づいたらっていうかまあなんか寝ちゃってて、まあ、次の日になってあやべ1日やり忘れたってなっちゃったんですけど、まあ、ちょっとやっていこうかと思います。ね、なんかね二刀流で戦うってね、まあ、この猛訓練キリトね前にもね出たことあったんですけど、この結構難易度が高いやつは出たことなかったと思うんですよね。ちょっとやっていこうか。あ、間違った間違った。あ、やべえ、あ、やべえ、あ、間違ったオートタゲ外してたのに気づいた。これはあ、覚醒するの忘れてたやばいやばいやばい。なんか動かないぞこいつ。わ、なんか動いた動いた、やばい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 殺されるやばいやばい。おっと、なんかね、まあ初見だから、まあ、タイムアタックとかじゃなくて、まあ倒せればいいかなって感じ。どれくらい強いかなっていうのが分かれば。でめっちゃ食らう。あ、でもまだ半分しか食らってない。まあ大丈夫かな、多分大丈夫だと思う。これこうすれば多分避けられる。こうすれば多分。あ、死ぬ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 、危ない危ない危ない。強い強い、待って、やばい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 。あ、ちょっとやばい、覚醒中にちょっと悠長にやりすぎたわしや、ちょっと待って、あっ、わしや遠く離れてんのに結構来ますね。やばい怖いよ、近づきたくない、怖いこの人、怖い、このなんか黒い不審者みたい、怖いよ怖い。待って、やって、これだい、後ろからやった方がいいの。あ、案外いける。おっと、あ、待って、やばい、おっと、いけ、あー強い、な、待って、え、どうすればいいのこれ。これは、攻撃パターンちょっと見るか。これなんか前方、後ろにちょこっと攻撃来るかな。真後ろに立ってても、あ、真後ろに立ってると攻撃来ない。わ、長いね、1回が長いね、モーションがかっこいいね。でも、あ、怖い、なんかさ、じーっと止まってんのやめてもら、やめてもらっていいですか、マジで。あで、このさ、じーっと止まってんのなんか罠みたいで怖い、これ後ろに、あ、これあれか、スターバーストストリームみたいなの、なんか後ろにいてもあれだね、食らうんだね。へえ、面白いね。まあ、とりあえずこれで。よし、倒した。あ、やべえ、2分51秒もかかっちゃった。ちょっとね、遊んだというか、まあ、様子見でやったけど。いやー、でも、なんか楽しいね、これ。うん。いや、キリトをね、なんか、何、二刀流実装してほしいっていう声が結構ね、アンケート書く人多いんですけど、こういう風にね、猛訓練みたいな感じで、まあ、挑めるようになったら、俺、それだけで嬉しいです。まあ、キリトは、まあ、アニメ原作だとなんか、キリトだけが二刀流みたいな感じなんで、まあ、こういう感じで、まあ、挑めるようになってるんだったら、まあ、その原作の設定、まあ、なんか忠実というか、なんて言うんだろう、まあ、IF でもキリトだけが二刀流使えるっていうことだったんで、まあ、そういう点でもなんか、まあ、キリトに挑めるその常設イベントです、常設してほしいね。いつでもこの二刀流のキリトに、まあ、挑めるようにしてほしいなって思いました。なんか楽しかったですね。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。